ER カンフーは1985年に日本のコナミ工業から稼働されたアーケード用対戦型格闘ゲーム。移植機種によっては中黒を除いた ER カンフー、イ、ER、カンフーとも表記される。ER カンフープレイヤーは主人公のウーロンを操って様々な武器や体術を使う格闘家と戦う。開発はコナミ開発一家が行い。 音楽は東野美希が担当している。オリジナルのアーケード版とほぼ同時に発売され、アーケード版とは別内容の MSX 版及び数ヶ月後に発売され、MSX 版の内容をリメイク一色したファミリーコンピュータ版では BGM やステージ、敵キャラクターの数や種類が異なっており、敵はアーケード版では11人、MSX 版、ファミコン版では5人、 また間合いや攻撃法が異なる。いずれも後に複数の機種に移植された。対戦型格闘ゲームの草分けではあるが、対人戦プレイは行えず、アーケード版での二人プレイは対コンピュータ戦を交互にプレイとなっていた。後にゲームボーイやドバンス用ソフトとして発売された、コナミアーケードゲームコレクションに収録されたものはアーケード版を元にした。 アレンジ移植となっているが、タイトルが ER カンフーとなって、新キャラクターを2人追加しており、通信プレイではウーロンを含む、全14人からキャラクターを選んでの2人対戦が可能となっている。アーケード版は、同年に、欧州にて、各種ホビーパソコンに移植されたほか、プレイステーションに用ソフトとして、俺たちゲ芸仙族の一作として発売された。アーケード版及び、 ファミリーコンピュータ版は携帯電話ゲームとして各種携帯電話キャリアにて配信された。MSX 版とファミリーコンピュータ版は Windows 用ソフトとして i イ e v o にて配信されたほかバーチャルコンソール対応ソフトとしても配信された。同年に MSX で続編としてイーガー皇帝の逆襲がアーケードでは本作の流れを組む少林ズロードが発売されている。 レバーを入れる方向とパンチ、蹴りボタンの組み合わせによって、アーケード版では16種類、ファミコン版では7種類、MSX 版は使用するボタンが1つのため5種類の技を使い分けるシステムになっている。アーケード版ではレバーがどの方向に入っているのかを主人公キャラクターの下の矢印で表示する。相手に勝つと残った体力の分だけボーナスが入り、さらにノーダメージで勝つと、 パーフェクトボーナスとして、通算対戦相手数1万の点数が加算される。主人公の名前は、アーケード版では、ウーロン、MSX 版、ファミコン版では、リーとなっている。また、本作のアーケード版を収録した、プレイステーション版、コナミ 80S アーケードギャラリーの説明書では、二つの名前を統合した、リーブーロンという名で紹介されている。 ストーリーもアーケード版と MSX 版、ファミコン版で異なり、アーケード版は、カンフーの達人だった父の無念を晴らすため、格闘大会、王座杯で優勝を目指す MSX 版、ファミコン版では、中国全土で悪号を重ねる、チャーハン一族を倒すため、メンマの塔へと乗り込む、というものになっている。ただし、一色版によっては、アーケード版のストーリーが、 悪党軍団によって占拠されたチャイナタウンに平和を取り戻すとされているものもある。登場順に記載。すべての敵を倒すと2周目が始まり、再び最初の敵との対戦になる。ゲームボーイアドバンス版で、追加ゲームボーイアドバンス版では、アーケード版に加えて、新キャラクターが2人追加されている。1人用モードでは、タイトル画面で、コナミコマンドを入力すると、 ブルースを倒した後に続けて隠しキャラクターとして登場。また、二人対戦プレイモードでは最初から使用できる。携帯電話アプリ版で、追加携帯電話アプリ版では、アーケード版の11人を倒すと、一旦ゲームクリアとなるが、クリア後におまけモードが出現し、イージー、ノーマルハードを通して全33試合をプレイするサバイバル、スターと戦って落とした。 手裏剣の数を競うミニゲーム、おまけステージに、分身し続ける、フィードルを倒した人数を競うミニゲーム、おまけステージ後、そしてオリジナルキャラクターの刀と戦う、おまけステージ99をプレイすることができる。敵が、悪者、チャーハン一族という設定のため、登場キャラクターが一新されている。ジンを倒した後、ランとの戦いの前には、 リーをめがけて飛んでくる物体を破壊するという内容の特典を稼げるボーナスステージがある。オリエンタルリフを使った特徴ある BGM の作曲はアルバイト時代のミキちゃんで、後のコナミ作品、セクシーパロディウスのリュウグーステージ BGM やキーボードマイニアサードミックスの EEALK などアレンジされて使用されている。1998年に刊行されたゲームストムック。 ザ・ベストゲーム2では、8方向レバーと2ボタンで16種類の技が存在することや、硬直時間の微妙な違いなどについて肯定的に評価しており、また対人戦がないことを指摘した上で個性あふれる11人の敵キャラクターとの対戦に関して、キャラ別攻略を考えるという楽しさを教えてくれたと、称賛した。その他、本作が、同社のギャラクティックウリアーズや、 ロケーションテストのみに終わった、グリーンベレーにの開発に影響を与えたことを示唆している。ゲーム本、美食クラブバカゲー戦火外伝謎のゲーム魔教さんにて、ゲームクリエイターのゾルゲシゾーは、個人的評価を65点とした上で、ストリートファイター2と同等の評価を得られる、可能性があったことを示唆し、ファミコン版よりいいかもと肯定的に評価した。ありがとうございます。